あ160日、うん、数えたらもう1年超えて2年目に入っちゃうの、うん、まあそんなこと関係なくないですけど、とにかく中へ承認申請を取り消す、そういう判断が俺らが審議によって判断されて、決議が示されたらその時点で工事は止まるわけですから、私たちはとりあえず、新規事業の時が判断するまでの間頑張り抜く、そういう決意で頑張り続けてまいろうと思います。おはよう、はい、よろしくお願いいたします。では、糸勝恵子参議院議員、今日も駆けつけていただいております。よろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。昨日に引き続きまして、今日もこれから8時から9時の1時間の行動ですけど、議員たちも私を受けてくれるということになります。まあ、今日は201日目だということで、皆さんと一緒にまた今日も力を尽くして頑張っていきたいと思っています。さて皆さん、あさってから国会が始まります。25日、まあ、日曜日には官邸を中心とした合意行動もありまして、私たちのこの行動は沖縄県民に限ったことではない。やはり日米安保条約、これは国の外交の大きな課題であって、その先頭に立たされている沖縄が今こうやって県民の意思を無視されて辺野古に新しい基地を作っていこうということに対して抵抗することは、むしろ私は誇りを持って皆さんと一緒に頑張っていきたいというふうに思っています。先ほど山城博司さんからもありましたけれども、個人の意思、あるいは県民の意思、合わせまして、民意を示された昨年の県知事選挙、そして引き続く衆議院選挙、これ以上の民意はどこにあるのかと、本当にいつも思いながら皆さんと一緒に戦っています。これを認めない今の安倍政権に対して、ノーという声をしっかりと突きつけていく、毎日毎日が戦いであります。国会議員は国会の中で、あらゆる形を尽くして戦っていきますけれども、現実の問題としてここに集まっていらっしゃる皆さんが本当に徹夜の状態で支えてくれることに心から感謝と、また誇りを持って連帯を込めて、今日もここで元気に皆さんと一緒に戦えることを大変嬉しく思っています。今日は8時から9時行動を一緒にして、その後、会府の前での集会、それから4時からは国会議員と海保はどなたが出てくれるか分かりません。まあ本当は責任者がきちんと出てきて迎え合っていただきたいと思うんですけど、それがどういう状況になるかまだよく分かっていないというところですが、とにかく私たちに与えられた仕事をしっかりとこなし、そしてこの行動は次の世代にちゃんとつながっていくんだという誇りを持って戦っていきたいと思っています。Facebook の中にはいろんな声が届きます。知事のことを含めて、まあ、あらゆる、形でもっともっと運動をということももちろん聞いておりますけれども、沖縄県は県なりに着々と、仕事を進めていますので、前知事のやらかしたことをとにかく撤回をさせる、そして工事をストップさせるという思いで頑張っていきます。今日もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、そういえば、ちょっと、ど忘れしてました。今日は国会議員の先生方、沖縄ウリズンの会ですよね、はい、ウリズンの会勢ぞろいで、東京でしょ、これは、今日は、十一管区本部長を当て抗議要請をすることになっておりますが、今お話がありますように、誰が出てくるかわからない。しかしこれわからないってもんじゃないですよね。国会議員が勢ぞろいで来るのに担当課長、担当部長なんていうのになったらもう大変なことですよ。これやっぱり、観光本部長出てきてしっかり、抗議を受けるべきだと思います。そうしないとですね、それこそ本当に民意を無視する、政府から行政官僚たちまで、もう上から下まで沖縄の民意は聞かない、こんな議論になりますので、ぜひ、声を上げていきましょう。関空本部長出てこい、私たちの国会議員の抗議を聞けという怒りの声を今日12時に同時に上げていきたいと思います。12時は集会でしたね。声を上げていきたいと思います。
はい、よろしくお願いいたします。それではあの市議団、お二人お越しですが、まあ、今日はあの、吉田美さん、久美子さんおいでですけど、あの色合わせで来ていらっしゃいますので、まず尾長久美子さん、吉田さんごめんなさい、ね、色合わせで来られて、これ引き合わせるのはできませんので、まずは尾長久美子さんに、はい、ご挨拶できるようにしていきたいと思います。皆さんおはようございます。昨日は、大型トレーラーが来るということでちょっと待機してましたけれども、あの来たぞというあの横演習ですね。大変素晴らしいあの機敏さ、びっくりしました。あの駐車場からもですね、もう本当に全力疾走で走ってこられた方たち、もうすごい速くて、これは本番にすごい力を発揮していただくと思います。最後まで諦めずに、皆さん小さな力ですけれども、車はしっかり見てください。小さな力でもたくさん集まれば大きな力になります。頑張ってまいりましょう。小高久美子、最後までここ寝泊まりして頑張ります。はい、先輩、大城義雄先輩、どうぞ。おはようございます。名護市議会のラジオ、違う違う、入ってくる車を監視するんですよ、ごめんなさい、入ってくる車見て、はい、黒ごめんなさい、私、皆さん、昨日から銀座の皆さんが総結集をしてます。私の次には河野さんも、もう河野議員は毎日出勤で、議会の仕事もあるんですが、駆けつけて頑張ってくれています。私も若い者に負けないように75歳後期高齢者頑張ってまいりたいと思います。共に頑張りましょう。はい、どうぞ。はい、また皆さんおはようございます。今日も出勤してまいりました。年齢は年齢は年齢はとりあえずまだ前期高齢者。昨日は議員団総行動の後ですね、私はあの高江に、座り込みに参加してまいりました。で、高江はですね、まあ、今日の新聞に載ってましたけど、あの完成されたと言われる N4 のですね、オスプレイパッド、あそこにもう米軍が勝手にですね、まだあの正式に引き渡しもしてないのに、勝手にまた着陸するというね、いうこういうあのまた武謀だ、好き勝手なことをやっております。で、昨日もですね、高江は山城宏さんのあの元気な声がこの響き渡るこの辺野古の現実と違って極めて、静かで、ありました。しかしながら、まあ、あの住民の会やですね、支援連絡会の皆さんが一緒になってですね、やはりもうこの辺野古と一緒に頑張るということで、支援者もいっぱい駆けつけております。私もですね、もうやんばる我々はずっとですね、あのもう都市型ゲリラの女性の問題とか、アハのハリアパッドとか、元部の P3C とか、もう本当にですね、やんばるはこの基地の強化の一つの大きな焦点の地域であります。私たちもこの18年この辺野古の新基地を作らせないということで、市民投票以来ずっとですね、頑張ってまいりました。ですから全部やんばるの戦いは勝利してますので、この辺野古の新基地建設も絶対に止めていく。で、高江のオスプレイパッドも止めていく。そしてそのもとに沖縄から全部基地は持って行ってもらいましょう。みんながですね、安倍政権が意地悪するんだったらもう税金も納めなくていいんじゃないかという声もいっぱい来てます。そういう意味でね、本当にこの戦いをもっともっと広げて全国に発信しましょう。どうもご苦労様です。本当にご苦労様です。ありがとうございます。頑すいません。じゃあ名護市議団、今日も多数お越しです。ありがとうございます。じゃあ、県議団からまた中曽根悟る社民護憲会議長を見えました。ありがとうございます。昨日に続いて、東京から参加です。そういえば。議員団の、現地集合決心は今日も続くんですかね。今日朝まで続くんですか。はい、昨日私一人35名とカウントして言って申し上げてしまったら、実際には55名も
来ていたということです。すごい月収です。今日も多くの議員団がここに月収してくれると思います。楽屋さん、どうぞ、先立ってご挨拶を。おはようございます。おはようございます。非常に夜明けと同時に来るのが非常に申し訳ないなという気持ちで参加をされていただいているので、今晩ボケですが、目見張れですか。厳しい目で見張ると思うだけでやつですか。一刻前ここを来て皆さんと一緒に参加をしたいという方々が多くいらっしゃるというふうに私も思っています。ぜひ頑張りを続けていきたいと思います。今お話がありました通り、議員団昨日からそして今日明日こうして大行動を起こそうということで企画をしておりますけれども、皆さんと一緒にやっておこうという気持ちを取りにしようというような行動でありますので、今日も昨日から先週やら県外そして離島への研究やらかなり強い情報がある中ですね、昨日50名余りも参加をしたと。そしておそらく県議団、国会議団を加える60名余りもなったのかなというふうに思っています。今日もこちらに残っている方がそういう情報がもういろいろ言ってますので、県議団はどうですと、残った方々どうしても聞きたいという方々がまた寄せられておりますので、多くの議員が言っているだろうというふうに思っています。で、明日大会から昨日と終えて明日接種しますよという情報ですので、明日はそれこそ大臣議員団の接種が見込まれるんじゃないのかというような気持ちでいっぱいであります。先ほど参議のお話も申し上げましたけれども、いよいよですが工房から私が来たということで、パスポチャーターやら問い合わせいろいろ担当しているようでありますので、この戦い大きく大きく広がりを見せているというふうに思っておりますので、現地でこうして無免許で頑張っている皆さん、僕もちろん含めてですね、多くの皆さんに、県民の皆さん、どうぞお結集をお願いしたい、こちらからも呼びかけをしたいと思います。頑張りましょう。よろしくお願いします。明日は総決勝、明日はまた今日の総決勝呼びかけて、大城センター事務局長、おはようございます。どうぞ。そうなりかもしれない。はい、ご苦労さまです。今日先ほど申し上げましたように、11カ月での公務集会を主催する県民会議の事務局長として今日采配を取らせてもらいます。これから現地に向かうと思います。ぜひよろしくお願いします。はい、ご覧ください。もう皆さんしっかりご協力いただいていると思いますが、これから様々な場面でマイクを取り、あるいは指揮を取るかもしれません。一つご協力ください。私の平和センター事務局長もあり、県民会議の事務局長も兼ねております。私が現地に発出している関係で、那覇でのいろんな会議集会等の準備にもう忙殺されてなかなか来れませんが、時々私の所要で関わる時には、お仕事がありますので、よし、今日も手配を、今日も流れを、おはようございます。おはようございます。ほとんどご挨拶は皆さんだと思いますが、大変本当にお疲れ様です。ちょっとうちの後でもちょっとやっぱり寒いですから、しっかりこれはもう私たち個々人一人一人でですね、体調をしっかり取れながら、連帯していきたいと思います。今、山下さんがありました、この、辺野古で、そして浜で、多くの、県民、応援する皆さんが頑張っていますし、思いは、もう本当に、今の安倍政権、国のやり方を決して私たち県民は許しませんし、うちのあの未来のために断固辺野古を止める、しっかり連帯して取り組みしたいと思います。今の、海上保安庁、昨日、こちら現地でも写真の本人が、記事になった本人がいろいろ欲しがりましたが、今の、近く、あるいは海上保安庁のやっていることを
決して、私たちは許しませんし、しっかり、県民が、多くの人が、見ています、これ以上の、海上保安庁のですね、暴力を、許してはなりません、あのようなですね、まあ、海上というところであります、向こうの方が当然、多くの訓練を重ねてプロでありますし、私たちのそういった正当なカルデのですね、抗議に、あの力づくで、大勢、束になってですね、かかってくるということは、今の本当に、まあ、あの民主主義というか、単に、海洋のですね、安全確保等々と嘘吹いていますが、今の現状は本当に、暴力集団としか、異様がありません、後ろの、機動隊も、一緒です、私たちはこういった、本当に、普通の本来の、職務任務を超えてですね、私たちを、抑圧弾しようとすることにしっかりと、こうして、いきたいと思いますし、本当でしたら、当然、機動隊や解放が相手ではありません。私たちは国今、沖縄防衛局が、県民の本当に、心をですね踏みにじって、強行に押し進めることに強く、抗議をして、今取り組んでいるんです、その前にですね、ああいった、立ち下がる、機動隊や、海上保安庁、当然、まずは、ここは突破は必要でありますが、しっかりですね、いろんなところで抗議の声を上げます。今日は、那覇で、皆さんの思いも含めてですね、しっかり、順次関係に、抗議を上げますし、午後、16時というふうに聞いています、国会議員が今度は建物の中に入って、近くの、本部長にですね、まあ対応はどなたが出るかは、まだはっきりしないところありますけど、県民の声を代表してですね、自治管区で中で、抗議をして、参ります、これ以上の、本当に、野蛮を認めず、頑張って、参りましょう。いろんなところで県民が頑張っても自治社会になって共に頑張ります。ありがとうございます。辺野古の今の戦いは、さまざまなこの国の南、病を照らし出すような状況にあります。一つは、言うまでもなく、政治の民意的な手法。